はい、どうも、世界の尺八パフォーマー、白鳥です。今日も楽しく尺八吹いていきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。ということで、今、愛花のですね、7回目、今日が最終回にしたいですね。多分最終回になるとは思います。最後の J、K、L のセクションをやっていこうと思います。もうクライマックスですのでね、もうここはもう持てるものすべてを出し切るっていうか、なんですかね、迫力とかちょっともう スタミナっていうんですかね、もう後半のに入っているので、もう最後後半に入ってから結構飛ばして吹くと思うんですけれども、もうここの場面ではもうその残りのスタミナとかそういったのをすべて出し切るように演奏していただけるといいかなと思います。それでは早速演奏してみたいと思います。はい、ありがとうございます。まあこういう感じですかね。まあちょっとまだテクニック的にうまくいかなかったところもありますが、まあ、ちょっとまあこういう感じっていうのをイメージしていただけるといいかなと思います。はい、まあ最初の方から、解説というかどういう指使いで吹いてるかとかをまた軽くさらっていこうと思います。ここ以降も歯の半音に関しては、うの3、まあ、いですね、を使って、もう吹いていってください。もう本当に、一音たりとも、もう、なんですかね、変に落とすっていうんですかね、テンションを落とすような感じでは吹きたくないので、ここはそのまま、仮で吹いてください。で、チハ、このツノメリも、ロの仮ですね。ロの仮を使って吹いて、はい、まあ、うまくビブラート等を使って次へつなげるように吹いてください。はい、ここら辺はピに関しては、まあ、ピの指使いでこうヒーを使わずに、まあうん、そうですね、僕ちょっとまあヒの音に関しては少し後半に取っておきたいかなっていうのがあるので、僕はピを使って演奏しています。ここのターに関してはこうビブラートとビブラートをかけてしっかりこう強調するように、音もすごく高いところなのでこうきちんと歌い切るような形で吹いてください。少し息を混ぜていただいてもいいです。でここはですね、ローツローツーツーローのところに関しては、できたらまあここから先難しい部分もあるんですけれども、体感で吹いた方がやっぱり曲調的に面白いので、ここから頑張って体感で吹いていきましょう。まあ、ツの体感の指使い、まあ、もしかすると知らない方いるかもしれないので、まあ、一応確認ですね。まあ、うのさん、いの指使いで、尺八の感じりの下の穴を、こう、軽く塞ぐ。と音程がツの
音まで下がってくれるので、これで普通に吹くとツのシャープぐらいの音程になっているので、それを下の穴を塞ぐことで音程を下げるという形でやっています。ここのロロツロに関してはメリで吹いています。でそれ抜けた後、ここのツツレツもメリで吹いています。ここヒーピーターにかけて、こうクレッシェンドをかけて、ビブラートと息も入れるような形でかなり盛り上げた形で終わって、吹いてください。で K は、ここ K の一発目最初の部分に関してはツの半音は本当にツのメリ、ツの半音で吹いています。一応やっぱり細かいようですけれども、ちょっとしたところでも変えていく、まあこれちょうど下降形になってますしね、ツのメリで吹いてローに行くっていうのは別に普通の指使いなので、もうそんなに問題ないかなと思います。ここをちょっと強調したいので、こっち側は、仮ですね、ロの仮を使って、吹いています。まあ、ここをしっかり、頭のローの音とか、アクセントついてないんですけれども、頭と裏しっかりダッダーっていうのを聞かせてあげてください。ツハーのところとかすごく、聞かせにくいので、息を混ぜて、まあ、尺八の音だけだとどうしてもちょっと弱くなってしまうんですけれども、それを補う意味で息とかを入れて吹いてください。まあ、ここから先もロツツの後も、以降はまあ1オクターブ上げて体感でぜひチャレンジしていただけると面白いと思います。まあ、ここら辺に関しては練習すれば、全然いけると思います。最後のところですよね。まあ、僕の場合ここのツでツーツーに関しては正確な音程でやるのをもうほぼ放棄して吹いています。まああんまり良くないんですけれども、幸いなことにここをですね、半音上がったツーツーの音よりも半音上がった、まあ、レのメリ、まあ、レの半音の音になったとしても意外と違和感なく聞ける、まあ、ちょっと一瞬っていう風になるんですけれども、その16部で動いているので、なんですかね、もう違和感を感じる前に曲が次へ行ってしまうっていうのもあるので、まあごまかすんであれば本当に、もうそのままって吹いてしまっても、まあギリギリ許されるっていうか、まあ気になる、まあ分かっちゃう人は全部分かっちゃうんですけれども、まあなしではないかなっていう感じです。まあ一応それでもこう音程を下げるように、まあちょっと工夫はしてみてください。ちょっとアラビアンチックな音階になっちゃうんですけれども、意外とそれがこの曲には合うっていうんですかね、不思議なことに、まあ、そこまで違和感がない感じには聞こえるみたいです。まあ、実際僕もまあそこ、まあちょっとんって言って正確な音を知ってるがゆえにまえっていう感じにはなりますけれども、まあ意外とごまかしながらでも聞かせることは可能です。でその後の L 以降のチーツチーに関してはこうチーしっかり吹いてあげてください。おアクセントありませんけど、アクセントついてるつもりでしっかり吹いてください。まあそ
うですね、しっかり吹いて、まあ、グリスサンドから、まあ、火の音に関してはやっぱり若干ムラ息を入れて迫力を出してあげてください。その後も同じですね。はい、ムラ息っぽい感じで少し迫力を出して地の、まあ、地の入り方をこう打ったりしてアクセントをつけるような形で、まあ、このグリスサンドもしっかり指を、なんですかね、転がりすぎないように、まあ、適当なスピードはないと迫力が出ないんですけれども、変に転がらないようにしっかりグリスサンドを効かせて落ちてください。あとはもうね、僕最後ピじゃなくてヒーを使っています。最後、まあ、吹き切りで終わろうかなっていう気があるので、まあ、ヒの方が吹き切りに関しては迫力が出せるので、ヒを採用して吹いています。まあ、おつのろから引っ掛けてヒへ行くような感じで吹いていますが、まあ、そこはお好みでやってみてください。はい、まあ、以上駆け足でしたけれども、最後の場面ですね、クライマックスのところの解説を終わりにしたいと思います。久しぶりに吹いたらやっぱり難しいところは難しかったので、まあ、中級者の方が、練習するには本当にいい曲かなと思います。前半部分は雰囲気作りですね、長く伸ばすだけなんで、とりあえず吹くっていうのはいいんですけれども、まあ、それ以上のもの、ただ吹く音を置いていっているっていう感じじゃなくて、ちゃんと世界観を作るっていう、その演奏のための、まあ、スキルっていうんですかね、まあ、技術、まあ、どういう考えでやったらいいのかみたいなのですね、もう勉強できますし、まあ、最後後半のように細かいでですね、こういったのも勉強できる、両方いろいろ勉強できる曲なので、まあ、中級者の方が実スキルアップするには非常にいい曲かなと思います。曲自体も面白いので、ぜひ17円の方と合わせることがあるならやってみてください。はい、ではまた、そうですね、こういった解説の曲もやっていこうと思います。また次の動画でお会いしましょう。